はい、こんにちは、メダイコーチです。今日は演技に関するお話をします。今日のテーマはポーズ、止まること、このテーマでお話ししていきたいと思います。皆様が例えば人前で何か話をするとき、多くの人が結構陥りがちな、状況としましては、緊張するので話が早くなってしまって、ずーっと喋ってしまう、知らず知らずにずーっと喋ってしまうっていう状況が皆様にもあると思います。はい、まあこれは自然なことでね、やっぱり緊張すると、やっぱりこう周りが見えなくなってずっと喋り続けてしまうと。そういう時ってこう聞いてる側、観客側からするとだんだん飽きちゃうし、何言ってるのかよく分からなくなっちゃうし、あとは一回ちょっと考える時間っていうのがやっぱり欲しくなります、正直なところ。はい、なので今日のポイント、結論としましては Making pause when speaking、 喋ってる時はちょっと間、沈黙、そんな時間をスピーチの中に入れてあげてください。つまり喋ってる時にたまに止まってあげてください。これがとても効果的な、効果的なので、この結論をちょっとシェアしたいですね。で、観客としてはやっぱりこうずっとあなたのこう、皆様の話を聞いているときに、やっぱり to digest、 こう話を一回ちょっと消化する時間っていうのが結構必要になっています。ずっと聞いてるとやっぱり飽きちゃうし、こっち側もちょっと疲れちゃうしっていうのがあるので、観客は必ずあなたが例えばこうスピーチをしているときに一旦ちょっと考えるとか、ちょっとこうそれを喋ってる内容を消化する、そんな時間っていうのが結構必要なんです、関係にとって。で、逆に言えばそういうちょっとしたこう消化する時間を設けてあげると観客もちゃんとあなたのスピーチについてこれるし、ちゃんと理解しながらあなたのスピーチを最後まで聞くことができる。なのでこの間というのはあなたのスピーチをよりこう引きつけるというかね、言ってる内容をちゃんと理解して観客に理解してもらうためにもとても大切な、コツです。で、今日のポイント2つあって、1つはタイミング when you feel、まあ、スピーチをしている時にそのタイミングね、間を入れることによってタイミングに気をつけようと。このフィードと書いたのはこうスピーチをずっと喋り続けていることを赤ちゃんにご飯をあげることだと思ってみてください、ね、多くの人は赤ちゃんを口を開けてご飯をあげてあげます、こうやって。けどずっと休みなんかあげるとどうなるかっていうと、赤ちゃんとしてはどんどん苦しくなるよね、もうお腹いっぱい、ね、なのでやっぱりその赤ちゃんにちゃんとご飯を飲み込ませる、もしくはちゃんと消化するような間とか時間をたまにこうね、あげるときに一回、あげてるときに一回止まってあげて、ちゃんと飲み込んでるかな、消化してるかな、もしくは赤ちゃんの表情でまだご飯が足りないかな、もうお腹いっぱいかな、そういうのを確認しながらちょっとずつ間を置きながらご飯をあげていきます。それと同じです。皆様が人前で喋ってるときは赤ちゃんがご飯を食べている、そんなような感じでずっと言葉を上げ続けるのはやめてください。たまに止まる、観客にあなたの言ってるスピーチの内容を消化する時間を設けてあげる、観客に呼吸をする、そんな余裕とか空間を提供してあげてください。この間とか沈黙とかそういうものを使って。で、もう一つはフレーバー、これはあなたの皆様のスピーチをこう魅力的にするためのポイントで、まあ、味を変える、ご飯のこういろいろ味とか
大きさとか硬さをこう変えながら提供していくっていうイメージ。つまりこう喋りに変えると、喋りのこの速度をたまに変えたりとか、強弱を変えたりとか、あとは喋ってる時の感情を変えたりとか、そういうようなこうチェンジによって、こうご飯を食べている赤ちゃんが、まあ、赤ちゃんって言い方はちょっとあれですね、まあ、まあ観客、聞いてる観客が、まあ、セリフ言ってる言葉が飽きないようにするっていうのも一つのコツです。ただ今日に関しては、皆さんこのポーズ、間を置く、止まる、沈黙を与える、このこれをスピーチの中にちょっと入れるだけでいいです。それによってあなたのスピーチがもっと魅力的になるし、最後 Become easy to understand what you say、 皆様が言ってる内容がちゃんと相手に届きやすくなる、伝わりやすくなる、そんな効果があります。はい、なので皆さん、今日のポイントはこの間を与える、沈黙、止まる、これをセリフの中に入れてあげてください。そうすると皆様のスピーチがもっと魅力的なものになるでしょう。以上です。それではまた。バイバイ。